日もよろしくお願いします。星野美優です。それではですね、本日もブランドセットとやっていきたいと思います。まあ、とりあえず、前回の終わりのところから、なんかまあ、次のクエストが街の方に行かないといけないらしいんで、まあ、フェリーに乗ってビューンと行っちゃいましょうかなって感じです。じゃあ、とりあえずまあね、この次のミッションのところまで、フェリーのクエストのところまでに、進めていきたいと思いまーす。なに、電話来た。パトリシアだ。パトリシア、ミスズ・マドラゾ。待って。よし、ということで、この辺かな。なんか D のところに手がいいっぽい。よし、飛んでいきましょう。なんかやっぱね、やっぱグラセフはちょっと重いね。なんか、一応ちょっとね、軽い、まあ、設定というか、いろいろ環境も変えてみたんだけど、やっぱなんだかんだグラセフはちょっと重たい感じはしますね、まだ。あ、もしかしたらちょっと今雨降ってるっていうのもあるかな、グラフィングの中で。こういうの重いイメージはありますよね。いやー、よし。まあ、進めていきます。ライブ問題なさそうな感じはする。よし。ここで、ここはどこですか？ここは、ん？よし、はいはい。ラマーから出ました。What's up? I'm part of the team. That's what's up. これもチームに入ってるの。何のチームですか？Devin Weston's car still in team. The one for it. Oh, yeah, that one. はいはいはい。Devin のところにいたね。Meet us outside the garage and we taking these motherfuckers up the Molino Bay. All right, buddy. また車強盗するの？わかった。今回はそういう回ね。あ、これはフランクリンに飛びそうな気配を感じた。ランプリーン。だよね、多分。よし、そうだね。あ、車を回収しろと。もうなんか急にライブ始まったね。大丈夫？ガンガン行けばいいの？よし。オッケーオッケー。この、マップの青いとこに行けばいいのね。例えば、いつもマップ僕で隠れてたけど、今日はちょっと位置調整したから、マップも見えるよ。やったぜ。うん。おぉ、危ない。邪魔だよ。よし。まあ、そんなわけで。ん？車の回収この辺に？あ、この中かな？よし。どうも。ガレージ。ここか、ガレージ。いた、ラマーだ。聞いとく？よし。オッケー。はい。はい。あ！ラマ死ぬんだ。一回目耐えたからなんか、無敵なのかと思っちゃった。そんなことなかった。やばー、こっからじゃん。カットしますね。はい、ということで帰ってきました。よし。はい、どうもはい。どこ行くのこれ。降りなきゃいけないのかな？ママ、車入っちゃったけど。で、乗ればいいのかな？よし。どうも。あ、そういうことね。運転席入った。はいはい。車をガレージに持ってて、すでに気につけちゃったくね。よし。これ必要な車だったのね。うん。まあいいでしょう。よし。さて、進みまーす。これはー。やっほーだねー。さあ乗せよう。よいしょ。うん。いやー、乗せて。あ、オッケー、問題なしだ。さあ、ボスが満足したなら出発だ。はいはーい。よし。さあ、じゃあ行きましょう。
3人乗れるんだ。すごいね。なんか、ぎゅうぎゅう、密って感じ。受け渡し地点にいて。あ、すごいスポーツカーとかいっぱい乗ってる。やば。うん。なんか、車の中の会話で、やったなんか、ラマ簡単に死にすぎじゃない？なんか爆発したんだけど、車。めんどくさ。僕がちょっと喋り始めようとしたところで何してんの？なんかね、今、車の中の会話でさ、マイケルが死んだって言ってた。あれが。これバーガー。でも実際死んでないんだろうけど、まだ主人公の質感。これバーガー、マイケルがあのまま、マフィアに捕まって死んだと思ってるのかな。うん。なんかそんな感じの会話をしてたの。うん。フランキーは今、それを寝てたから聞いてないっぽいけど。はい、起こして、聞かせるなよって。でもとりあえずマイケルは死んだんだ、ははみたいな感じで喋ってた気がする。うん。なんか起きた。何、警察待って、なんか警察に追われて始めたんだけど、急に。なんか、トレバーがマイケルと出会った頃の昔話をしてたら、急になんか、警察に追われ始めた。何？こんな車でも逃げ切れないでしょ。やばくないそれ。待って。フランキーのために、トラックを安定させます。安定って何？止めていいのか止めていいとは思えないんだけど。待って、何をしたらいいのかわかんない、これ。フランクリンめっちゃ頑張ってる、今。フランクリンを落とさないようにしなきゃいけないっていうか。そういうね。やばい！安定とは、安定という言葉を僕は知らなかったわ。ちょっと待って。急に事故るじゃん。後ろ見てたらなんか、後ろっていうか、横？フランクリン見てたら、トラックかけちゃった。とりあえずここで警察に追い始めるところからだね。いやー、マジびっくりした。フランクリン、頑張って。あ、でも行け、フランクリン。いつ出てくるんだろう、フランクリンは。うん。いやー。フランクリン出てきた。おー。危なそうだからやめよう。よし。フランクリン頑張れ！早く行け！とりあえず、警察に追われてるから、逃げなきゃいけないんだよね。多分。よし。じゃあ、フランクリンはとりあえず、別にせず、普通に進んでれば、そのうちフランクリンは多分、頑張るでしょう。さっきここでこけたんだって？よし。いやーと、早行ってて、フランクリン。よいしょ。うん。いやー、怖い。警察近いよ。フランクリン行けた？フランクリンが何するかが気になって、気に入ってできない。まずい。うん。車を受け取った時から見ていたぞ。止まれ。何それ、ずり返すの。何がするのかよくわかんない。フランクリンは何をしたいの？この車に乗って、その車には武器が積んでるってこと？そっか。ちょっとわかんないけど、頑張って。とりあえずフランクリンにスイッチしろ。はいはい。オッケー。よし。オッケー、フランクリンに。ああ、フランクリンすごい落とした。何？トラックから警察を守れ。これは何ができるのかわかんないんだけど、この子に。おお、なんか撃ってる。何？お、巻き菱で落とす。はい。巻き菱とかいうのもあるの？何？もうこれでいいの？もうなんか、巻いた？巻いたのかな？巻いてないのかな？わかんないよ。うん。ここからもしかしたら、あれかな？目的地点に行くまでずっと戦わなきゃいけない感じかな？うん。いや。いやー、何？待って。
普通にこれさ、車に乗ってるなんか機銃とかじゃなくて、自分で銃で撃った方が早いんだよ、絶対。待って待って待って、車、見て、トイレかとか。そうなの、ああ。倒した？倒した気がする。よし、じゃあね。バイバイ。よし、取引地点がもうすぐらしい。モリーから電話だ。はいはい。ミスター・クリントン、今どこ？警察だらけで足止めを食らった。うん。The insurance companies have been pressurized to find you since the studio break. You knew there'd be heat. Man, you could have told me. Don't get emotional. We're waiting at Procopio truck stop. Be here soon. The lawyer chicks up at the Procopio truck stop. Hey, I'm gonna speak to the legal counsel one. Get us paid. Yeah, I heard about that CEO pay shit. Just make sure it's fair salary for the workforce. Yeah, what he said. You taking care of. もう一回乗っていいのかな、これに。モリーと会え、あ、会え、あ、いるの、そこにいるんだ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。うん、バイバイ。今度行けなかった。どうも。Hello, Franklin. Yeah, ごきげんよう。デビンは？うん。あなたの仕事ぶりから、しばらくの間、一瞬、今を見られなくて、見られ、え？あ、はいはいはい。Mr. Weston is one of the most brilliant investors the world has ever known. He's 世界で最も偉大な投資家、はい、はい、そうですか。え、はい、なんか全然どうでもいいんだけど、報酬はどうした？うん。ということで、早く、お金を。あなたのお金を管理して、投資ですから。そして、怪しまれなくなった頃に、あなたにそのお金を、ちょっとそういうのを聞いてね。うん。いや、本当に、ふざけてるのかなんだけど。待って、こいつ殺した方がよくない？もう。殺そう。ミッションコンプリートということで、え、とりあえず、え、報酬もらえなかっただけの人じゃない今僕。え、許されなくない？レスターから電話だ。はい。フランクリン、What's happening, Lester? Hey, look, you see Michael? Man, the contact he set me up with is holding out on the plane. マイケルやったか？なんで紹介された中間に。Let's see, his phone is offline.His credit cards aren't active. This is aberrant behavior. Last usage is for a flight to North Yankton. There was a signal from a cell back in Los Santos, but now nothing. Dang. Is he in the city, dog? Shit, he could be in trouble, huh? I don't know, but it's worth speaking to Trevor. Most likely he was with him in the Midwest. I'll get him to come see you. Look, send him to my aunt's crib, all right?フランクリン、誰だ？トレバーと話をしろってことらしい。じゃあちょっと移動しまーす。うん。やばい、途中でぶつけた車がぶち切れて追ってきてる。怖っ、何こいつ。やばい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 人だ。うわ、ぶつけただけなのに、怒ってる。めっちゃ怒ってた。あ、え、え、なんか。だって後ろで事故らなかった？あの人。あれ？なんか、信号機倒して消えたんだけど。バイバイ。よし、ってことで、着きましたかね。この辺だよね。よし。うん。スーパーがいない。ちょっと待って。で、うわ、お前かよ。騙されたうざ。もう、変な電話かけないで。これが、いない。何？え、待って待って、お前ら全部仲間か。ちょっと待って。すごい、すごい来た。すごい来た。大乱闘始まってる。始まんないか。意外とかかってこない。めっちゃ強くないこいつら。めっちゃ殴られてもめっちゃ立ってるんだけど。うわぁ。一人が叩かれてる間は、もう一人は、なんか耐えてんの。ああ疲れた！かわいそう、あの人。あ、なんか、警察が来て、なんかしてる。僕怒られてない、今のところ。あ、なんか、警察が、狩りを始めた。え？なんか、え？どういうことこれ。
僕じゃなくてなんかギャングと警察の戦いが始まった。頑張れ警察。え？何これ、展開がわからない。展開が読めないんだけど。え？どうしたらいいのこれ僕は。とりあえず君が隠れてる車僕のだからもらうね。よし、バイバーイ。よし。警察に突っ込んだ、あの車。強気だな。あ、ごめん。僕も、やばい。なんだ、僕の目の前で。よし。いや、まあ、いいんだけど。これ、結局、あれは？トレバーどこ行ったんだろう。トレバーがいないし、なんか、ここ死んでるし。警察が、なんか、打ち出していったね。よいしょ。戦利品だけもらっとこ。イェーイ。警察さん生きてますね。警察さんもなんか、死んだ、もしかして。なんか、気も倒れだったみたい。バイバイ。いつまで経っても、とりあえずトレバーが来ないから、トレバーの視点に変えたら、トレバーなんか牧場で寝てるんだけど。